どうもクロスロードラボです。今日はですね、グレンリベットカリビアンリザーブということで、これね2021年の、12月6日から、e コマース限定として、まあ、ネットのショップ限定ということですね。今ではアマゾンで販売されていますので、もうね入手されている方もいらっしゃると思いますが、なかなか紹介するタイミングなくて今頃になってしまいました。はい、で今ねあの店内がちょっと改装中ということで、そっちにはねかなり養生が引かれた状態になってて、木が散らばってたりとかね、工具が散らばってたりするので、ちょっとカウンターの中だけでも綺麗にしてとりあえず動画を撮ってるんですけど、まあ、最近この棚がね、完成したということでちょっとようやく、広く、はい、動画を撮れるようになりました。今日はこの画角でね、行ってみたいと思います。それでは最後までお願いします。はい、でグレンリベット蒸留所なんですが、まあもう言わなくてもね皆さんよく知ってる蒸留所だと思いますし、馴染みのある蒸留所でもウイスキーもね飲んだことあるって方も多いと思うんですが、いつでもね、飲み始めの方がいらっしゃると思いますので軽くね説明だけしておきたいと思います。このグレンリベット蒸留所はもう19世紀1824年からね、政府公認第1号のスコッチウイスキーの蒸留所として、運営している、まさにザ・シングルモルトスコッチウイスキーと呼んでもいいんじゃないかなと、まあザ・スコッチウイスキーですねと呼んでもいいんじゃないかなと思うんですが、まあそれ以前は皆さんねあの密造してました。はい、スコットランドの山奥のあまり人気のない場所だったりとか小さい島に行ってね麦芽に対する税金がすごい重かったのでみんなこっそりウイスキー作ってたんですよね。そんな中抜け駆けして、最初に政府公認第1号になったというのがこのグレンリベットですね。なんで政府公認第1号になったかというと、その前の年1823年ですねに酒税法が改正したのでそれを機にということで、この24年以降続々とねいろんな蒸留所が政府公認の蒸留所になっていくということで、最初に抜け駆けしてね、政府公認になったことから命を狙われたりとかね、いろいろな嫌がらせにあったみたいです。はい、だからねここの創業者でもあるジョージ・スミスさんはね常に護身用の銃をね所持してたんですって。今でもグレンリベット蒸留所に飾られています。このグレンリベットどういう意味なのかというと、最近はちょっと話題になりましたけどこのグレンっていう意味ね、スコットランドの蒸留所しか使っちゃいけませんみたいな判決がね欧州司法裁判所から出ましたけど、グレンはゲール語で、谷という意味です。そしてリベットは静かなという意味なので静かな谷という意味ですね。約200年ねほぼ蒸留を止めずにずっと稼働している蒸留所でかなり珍しいことなんですよね。やっぱりねウイスキー今まで、不況も相当ありましたし、蒸留を停止してたとか閉鎖してたっていう蒸留所、当たり前のようにたくさんあるんですが、ここのグレンリベットは第二次世界大戦の時にね、ちょっと蒸留を止めてた時期があるぐらいで、それは政府からのね命令ですね。それ以外はずっと、創業運営しているということで稀な蒸留所でもあります。で2000年からですね、バランタインとかシーバスリーガルでおなじみのフランスの酒類メーカー、ペルノリカール社が所有している蒸留所になります。なんとシングルモルトスコッチウイスキーの、販売数量では、世界で第2位ということになっています。ちなみに1位はグレンフィディック、3位はザ・マッカランですね。スコッチウイスキー全体の、販売数量を見てもなんと20位に位置しているということで、シングルモルトではすごいことなんですよ。上位はねほとんどジョニーウォーカー、バランタイン、シーバスとね、ブレンデッドウイスキーが占める中、グレンフィディック、グレンリベットがね上位に位置しています。そしてすごいのは年間生産能力、なんとですね2100万リッター年間生産できるということで、これは最大生産能力なので実際に作ってるかどうかという話ではないんですが、もうスコッチウイスキーのね蒸留所の中ではトップクラスですね。結構癖がなくて入門向けって言われることが多いんですけど、それはね、この12年ねここにあるこの12年がはい一番メジャーで、飲んだことある人も多いと思うんですが、これしか飲んでないっていう方も逆に多いと思うんですよ。このグレンリベット、2020年からね徐々にこうリニューアルしていって今のラベルにこのラベルにね変更されていっています。去年はこのグレンリベットイリシットスチル12年、そして
コニャックカスクですね、ブランデーダルを使ったものです。これが発売してね、結構話題になりました。これは去年一昨年かな、あ、去年ですね。コニャックカスクはね、2021年に多分この2つは発売してると思います。そんなね、このコニャックカスクのシリーズの方からだと思うんですよね、カリビアンリザーブ。はい、まあ、名前の通りなんですが、今回はねラムダルを使ったものになっています。カリブのラムダルってことですよね。こちらの2本は、両方とも動画ありますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。まだね両方とも普通に、Amazon とかで購入できます。はい、それでは早速ね、カリビアンリザーブ飲んでみたいと思います。はい、今回はねオレンジ、めちゃくちゃ鮮やかなオレンジなんですが、オレンジってあまり見ないかなと思うんですけど、以前ね台湾限定で発売したこの、14年のシェリーカスクですね、シェリーカスクマツヤード、これもオレンジなんですよね。結構似てます。若干色合いが違うかな、こっちの方がちょっと鮮やかですね。うん、これはまあ日本では発売してないので見慣れないと思いますが、こっちはねちなみにノンエイジになっています。去年のコニャックカスクは14年だったのに、こっちはちょっとね年数表記がなくなってますね。価格はだいたい5600円ぐらいということで、価格帯的にはね、グレンリベットの15年がだいたいそのくらいの同じ価格帯ぐらいにありますね。あとは、先ほど紹介したコニャックカスク、そしてちょっと値段が上がって、グレンリベット18年、そしてイリシットスチルがあるかなってぐらい。イリシットスチルはね今値段上がってるだけかな、もともとはもっと安かったと思います、確かね。で今回ラムダルを使うっていうのはグレンリベット、史上初の試みということなんですが、これカスクフィニッシュでもないですし、全てがラムダルで熟成されたものでもないです。このブレンドの一部を、フィニッシュさせたということで、全部フィニッシュっていうわけではないんですよね。だからそこでバランスを取ってるのかなと思います。もともとは、バーボンダルなのかな、バーボンダルが主体になってるのかもしれません。あ、香りはすごい洋菓子のようなね、ちょっとクッキーとか蜂蜜とかですね。うん、そんなに爽やかとかトロピカルっていう感じは香りからはそんなにしないかな。割とボディ感のあるまろやかな、そういうね甘い丸みのある香りしますね。アルコール度数はね 40%、 まあ普通ですね。じゃあちょっと飲んでみたいと思います。いただきます。うん、思いのほか結構アルコール感がしっかりあるかなっていう感じがします。バニラだったりキャラメルだったりとか、そういうコクのある甘さがあるんですけど、結構やっぱりライトですね。口にはねそのコクのある甘みっていうのがしばらく残るんですが、じっくりチビチビっていうね飲み応えのある感じではないかな。ちょっとこう生クリームだったりとか、あと柿ですね、柿のようなああいうね甘さ、少し渋みがあるような、あとマンゴーですね、マンゴーの片鱗っていう感じ、しっかり感じるわけではないんですが、これちょっとロックで行ってみたいと思います。はい、ロックでいただきます。あ、やっぱりね冷やすとね急にちょっと柑橘感だったりとか爽やかな酸味みたいなね、そういうフルーティー感出てきましたね。うん、ストレートの時だとちょっとぼやーっとしたそういう甘い香りだったんですが、うん、急にすっきりしましたね。いただきます。あー、でもね香りだけかな、ちょっとね冷やすとねだいぶ水っぽくなっちゃったかな。これはやっぱりカクテル要因がいいのかな、ちょっとこうロックにすると溶けたね、水で腰がちょっと砕けちゃったような、ふにゃふにゃっとしたような感じになっちゃいました。これはやっぱハイボールかな、ハイボールで次は行ってみたいと思います。はい、ハイボール飲んでいきたいと思います。
クリーミーでね、このストレートで飲んだ時のまろやかな甘さっていうのがほんの少しほのかに、味わえるっていう感じなんですが、ちょっとやっぱりね美味しいんですけど物足りない感じは若干あります。香りもいいですしね、口当たりもいいんですけど、ハイボールだとこのカリビアンリザーブの良さ自体がやっぱりなくなってしまうなと感じました。なのでカクテルのベースとしては、いいんじゃないかなと思います。オフィシャル見てもやっぱり、カクテル推しされてるので、他社のね、グレンモレンジ X とか、ああいう風にカクテルのベースとして使ってくださいみたいな感じなのかもしれません。ちょっとね、オフィシャルに載ってたようなジュースをね加えて飲んでみたいと思います。はい、ちょっとねフレッシュライムジュースを入れてみようと思います。少しだけ、いただきます。あー香りいいですね。あーやっぱりね少しだけ入れるとすごい爽やかで美味しいですね。うん、ライムジュースいいな。まあライムをポトンとそのまま絞って入れちゃってもいいと思います。ちなみにこれ絞ったやつですね。そしてねグレープフルーツジュースを、あ違うか、グレープフルーツを刺すってピンクグレープフルーツですね書いてあったんですけど、ちょっとなかったので、100% のグレープフルーツジュースを少し、入れてみたいと思います。どうかな。あ、合う合う、めちゃくちゃ合う。これはねほんとちょっとがいいのかな、入れすぎるとどうかな。合いますね。うん、グレープフルーツジュースとライムジュース、分量はそれぞれでいいと思うんですけど、割と入れても合うなと正直思いました。全部入れちゃおう。ライムはね、あライムはでも絞ってねポトンと入れちゃってもいいかもしれないですね。うん、これはうまいな。グレープフルーツジュースいいですね。割とねウイスキーと合うもの多いんですよね。うん、合う、めちゃくちゃ合う。個人的にはね一番合う飲み方でした。ちょっとずつ足して自分の一番ベストなね、味わいを探してみてください。持ってる方でねちょっといまいちだったなっていう方いらっしゃるかもしれませんので、 100% のねグレープフルーツジュース買ってきたりとか、あとはちょっとフレッシュライム、生ライムですね買いに行くのめんどくさいって方はカクテルライムとかああいうものでもいいので少し入れてみてね、自分のベストなカクテル作ってみるといいんじゃないかなと思いました。結構分量がシビアじゃないので、今いろんな分量でちょっと試しましたけど、どれも結構合うのでね多めに入れても大丈夫かもしれません。はい、そんな感じで今日はグレンリベットカリビアンリザーブ、はい、紹介しました。やっぱりねちょっと個性がね乏しかったなっていうのはあります。一番やっぱりストレートがこのカリビアンリザーブのね良さを感じたんですが、それでもちょっとこうライトだったなと、物足りなかったなっていうのは個人的には思いました。ですが、その物足りなさが逆にカクテルのベースとしては優秀な、働きをしてくれるのかもしれないなとも思いました。はい、最近結構デュアーズのねカリビアンスムースだったりとかラムダルがね、活躍してると思いますので、ラムダルの美味しいウイスキーなんてそのうち紹介したいなと思います。一応本日紹介したものは、下の概要欄の方にね、貼っておきますので、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。イリシットスチルとかね、コニャックカスク、そしてグレンリベット15年18年とね紹介している動画もありますので、そちらも合わせてご覧になってみてください。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。